はい、こんばんは、竹下敦史です、今日もね、ギターのお話をいたしましょう、本日ね、ご紹介するのはこちらのね、グローバータイプの、五等製のペグです、今までね、ゴールドの、ギブソンのものを使ってたんですけど、ちょっとこう、ガタがね、あったんですよね。こうペグを回した時に、ちょっとこう空振り感があるっていうか、どうもこう回した時にこうついてこないんですよね。で、今回五等製のグローバータイプのペグに交換しました、値段は結構安いですけど、五等さんのペグは本当にいいですね。今回は、こちらのね、ダダリオのスタンドタイプなのかな、10131726-3646の、弦を使用してます、はい、結構これ愛用してます。で、音の方なんですけど、今までこうヘッド鳴りっていうのかな、ヘッドがちょっと響きすぎてたんですね。で、このグローバータイプのペグに変えて、すごく、ね、音がしっとりしました。こんな感じです。このギター自体ね、中空のね、セミアコ構造になってるんで、ちょっとやっぱりね、響きすぎちゃうんですよね。特に真空管の、僕が使ってるのはマーシャルの DSL なんですけど、真空管通した時にちょっとこうハウリングまでいかないんですけど、ちょっと音が響きすぎちゃう。締まりがない。特にフロント使った時にね、なんとなくぼんやりとしてこう輪郭がなくなっちゃうような感じだったんですけど、この後藤さんのペグに変えてからね、すごく音の粒がこういうね、っていう音の輪郭がね、すごくはっきりするようになりました。ことのペグがいいのかな、よくわかんないんですけど、とにかく当たり外れがないですね。だいたい6個買うと2個ぐらい外れが入ってたりするんですけど、五等製のペグはね、外れがないですよね、で、今まで、ギブソンのもの使ってたんで、2つ穴のね、クルソンタイプは2つ穴で止めるんですけど、こっちのね、クルソンタイプは2つの穴で止めるんですけど、グローバータイプは1個のネジで止めるんですね。これでもね、しっかり止まりますね。であとね、ここのところにビスがあるんですけど、これでペグのね、回し加減のね、トルク調整ができるんですよ。なので結構弦によってはこうペグ回した時にね、硬いなとか、こうちょっと特に1弦2弦3弦あたりはこう手が逆になるでしょ。だからね、ちょっと手が疲れたりするんですけど、かといって緩くしちゃうとね、なんとなく音に締まりがなくなるんで、なるべく固めで使ってるんですけどね、その辺のトルク調整なんかもね、すごくしやすいですね。で、全体的にね、ブリッジもね、テールピースもシルバーなんで、今までなんとなくゴールドでちょっとバランス悪いなと思ってたんですけど、このね、五等製のシルバーのクロンか
のペグに変えてね、なんとなく全体がこうすっきりしました。はい、ペグってね、そんなに高いわけじゃないんで、あの気に入らないなと思ったら、うん、どんどん変えちゃって、うん、でまあ場所によってはね、ネジ穴が合わなかったりするんで、そういう時はお茶の水のね、ESP さんのワークショップに持って行って、まあ調整してもらうと、うまいこと取り付けまでやっていただけると思います。僕の場合はこう木埋めたりね、そういうのがまあ得意なんで、自分でこうやってます。で、物を選ぶのはね、やはりESP さんすごいお詳しいんで当たり前ですけど、選んでいただいて、だいたいね、まあ、ギター持ってってね、パッとこう吊るして、うーんっていう感じで眺めて、これなんかどうって感じで、すごく合うものをね、すぐに、チョイスしてくれます。うん、そんなに高いものはね、身分不相応なんで、まあ、ちょうどいいね、お値段のものも紹介してくれますし、実際取り付けに対してのね、ポイントなんかもね、すごく的確にアドバイスしてくれてるんで、本当に助かってます。ありがとうございます。そんなわけでね、今日ご紹介したのはもうすっごく気に入ってます。はい、こちらの、グレコ製の、レスポールです。どんどんいい感じになってきますね。はい、これからもね、大事にしていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time です。それではね。